パイレーツ・オブ・カリビアンデッドマンズ・チェストパイレーツ・オブ・カリビアンデッドマンズ・チェストパイレーツ・オブ・ザ・カリビアンデッドマン・エス・チェストは2006年にアメリカ合衆国で制作されたアクション・アドベンチャーファタジー映画であるパイレーツ・オブ・カリビアンシリーズの第2作目第79回アカデミー賞資格効果賞受賞2006年の全世界興行成績で第1位となった 前作から3年後、結婚式を目前に控えたウィルとエリザベスだったが、海賊ジャック・スパローに加担したことを理由に逮捕されてしまう。しかし東インド貿易会社のベケット卿は、ジャックの持つ、北を指していない、コンパスを渡せば二人を釈放するという。一方、バルボッサからブラック・パール号を取り戻し、再び船長に戻ったジャック。 しかし彼は十三年前、デイビー・ジョーンズと地の契約を交わしていた。その内容は、ブラック・パール号の船長となる代わりに、十三年経ったら、デイビー・ジョーンズのフライング・ダッチ・マン号の船員として、働き続けなければならないというもの。突然、ジャックの前に現れた、ビルの父親ビル・ターナーは契約の期限が迫っている、ことを告げる。ジャックの手のひらには、 契約の終わりを示す黒い楽園が現れていた。カッコ内は日本語吹き替え、カリブ海のドミニカ国で約3ヶ月間撮影された。邪悪な人食い族として映画に登場する種族は、カリブの島々に定住していたインディオーのカリブ族のことである。映画ロケ地の一つドミニカ国で、現在でも暮らすカリブ族のコミュニティから100人余りの人たちがキャスティングされ、エキストラとして出演している。 全米では2006年7月7日から4133巻で公開され、当時初日の工業収入の新記録を打ち立てた5、583万600ドル。日本ではわずか公開22日で工業収入60億円突破、最終的には100億円を突破した。当初、邪悪な人食い族として描かれていたため、仮部族に対する差別ではないか などと、現地のカリブ族の主張をはじめ、関係者や一部のメディアなどから、批判や反対があった。ドミニカ国のカリブ族主張、チャールズ・ウィリアムズによると、ドミニカ国政府からディズニーが映画で撮影する計画があることを知らされ、ディズニーの映画プロデューサーと会談したとき、一食い種族として映画に登場するという、脚本内容を知って、脚本に、 食人の風習が色濃く出されていたので訂正を求めたが、一食い種族として描くことを強調した上で、今更変更などできないと受け入れられなかったという。ウィリアムズ市長は、ディズニーは我々、カリブ族の祖先が、一食いの風習を持っているという、誤ったカリブ族の神話を映画で別紙して、カリブ族を描こうとしているとディズニーを批判した。また、 我々のカリブ族の先祖はヨーロッパからの征服者たちの侵略を食い止めるべく立ち上がったために野蛮人であり人食い人種であるという言われなきレッテルを貼られ下げすまれてきたのだと語った。映画で人食い族として描かれるのを止めるように他のカリブの島や中南米の先住民などがディズニーに対し抗議しウィリアムズ市長を支持していた。しかしウィリアムズ市長や関係者らは 反対したが、100人余りの現地のカリブ族の人たちが映画に協力参加した。映画制作側は、一食い族役として、エキストラ出演してもらうにあたって、1日あたり95ドルで雇っていたという。前作を上回る2億25、0ドルの制作費が、投じたが、工業成績はアメリカだけで4億ドル以上、全世界合計で10億6、600万ドルの、 興行成績を収めた。2006年公開映画の興行成績ランキングで2位のダヴィンチコード7億5800万ドルに大きく差をつけて1位となった。興行成績では世界1位となったが批評家の反応はかんばしくない。映画批評サイトのロッテンタメイトスは220件のレビューに基づいて54%の支持率を示し批評家の総意を デップの予測不可能性と、一作目のユーモアと、独創性の大部分は消えてしまったとている。また、メタクレティックには37件のレビューがあり、過重平均値は53、100となっている。アカデミー資格効果賞を受賞し、MTV ムービーアワードでは、最優秀作品賞に選ばれ、ジョニーデップが最優秀パフォーマンス賞を受賞した。 インターネットのファン投票で考をする People's Choice Award では作品が映画賞に選ばれ、デップが男性スター賞、男性アクションスター賞に選ばれ、映画カップル賞にはデップとキーラナイトレイが選ばれた。ティーンのファン投票で選ばれる Teen Choice Award では本作が総なめに近い受賞を獲得しており、作品がベスト映画賞、夏のベスト映画賞を受賞。 テップが男優賞の各部門をすべて受賞。ベストファイト賞には、ウィル・ターナー、オーランド・ブルーム・タイ・ノリントン、ジャック・ダ・ベンポートが選ばれた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。